はぁ、いるはずの俺にいなかった。ふざけんなよ。ここまで連れてこいっつっただろうが。いや、ですから自力で脱出した形跡がありまして。俺は吹いてるぶっつらすぞ。おら、決して嘘では。そうですか。やれやれ、油断したな。隙あるぞ。発火ついた。この炎でお前を倒。そんなのでよく僕と戦おうと思えるな。というか爪の奴らってなんかみんな。あなたは出る気だな。花沢、それは確か下の階の。バカ。過去の自分を見ているようで痛々しい。これは忠告だ。超能力に頼って生きようとするな。試しに力比べがしたい。バカ、やめろ。ご丁寧に握手をどうも。僕は花沢照樹だ、よろしく。ハリハナ、手を離し。立ってるのがやっとかな。若い若い。セルトン。いや、みんな大集合だね。バカめ、何をしようと俺から情報を得ることは不可能だ。俺は爪。ボスは強力な超能力者をスカウトするため世界を回っていたんだが、ついに必要な戦士が揃ったと言っていた。なるほど、世界中の超能力者ね。お前らまさかこの話を聞いてもまだ我々に預かる。お前で最後のようだな。クソガキどもが調子に乗るな。砂ぼこり旋風火炎放射合体奥義念の置き場所。見くびるな、この程度の威力で。よくやった二人とも。点を聞かせた寺田様によく感謝するんだな。何だって。あれ、体が動かん。カイト君、嘘発見テレパシー。ああ大丈夫、まだ裏切ってないみたい。まだってどういうことだ。でこれからどうする。レーゲンさんは戦わなくていいって言ってたけど、そうもいかないよね。この町を取り返すんだ。カラムシ消えた。油断したのか。バイロキレッツ。また見失った。この男の能力って。あっちこっち。超高速移動。あ、デルさん。ああ、事前に感知してない攻撃は効くのかも。追い詰められてるのは実はあっちの方に違いない。君は優秀だな、キネタ。まずは君を徹底的に叩く。まずいね、壊される。どうすればいいんだ。そろそろおしまいですね。次は後ろ。相手の動きを読めるのは便利かもしれないけど、あんたの動きも単調になるんだよ。能力に頼りすぎてる。驚きましたね。一応ボスを除けば世界一の自負があるのですが。世の中にはいるんだよ、想像も及ばない力を持つ人が。あんたも凡人なんだな。どうやら僕でも倒せそうだ。やっぱり気がされた瞬間だ。ナイスだ弟くん。
最近大きな力を使った後は起きてられなかったりするんだ。え？途中まで僕が運ぶから寝てていいよ。世の中にはいるんだよ。